私はじゃあピカブイ続きやっていこうと思います。伝説の山頂ゲットも残り1匹になりました。ファイヤーさんですね。性格を臆病にしたいのでまず厳選からやっていきましょう。お願いします。で、臆病だから桃色とあとは赤ね。はーい、ふぅ、新キャラ。いや、私さ、ポケモン GO 今はやってないんだけど、昔やっててお引越しする前に、それでね、久しぶりにポケモン GO 開いてみたらストライクとね、カイロスゲットしてましたね。だからちょっと連動させて連れてこようかな。ちょっとストライクとか難しいんだよな、ほんと。レア度が高すぎて。はい。ポケモン図鑑完成まで、いつまで時間取るかわかんないですが、完成させたいですね。ちょっと。あとあれかな、ロコンと沢村かなさえどうにかなれば多分大丈夫だと思う。はい。まあ、もしかしたらね、ツイッターでちょっとお願いする可能性もあるので、ピカブイやっててね、動画を見てくださってるリスナーさんご協力いただければと思います。おー、リザードモンスターじゃん。ここにいるんだ。へー。よし。あ、不思議花モンスターはここね。ほう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 。よし。さて。サポートトレーナーくん、ちょっと待って、逃げられちゃう逃げられちゃう。ちょ、構える構える。ほい、びっくりした。あ、すごい、サポートトレーナーくんが来ない。あー、ちょっと待って、バック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 、びっくりした。ここで出るの、なんだ。そうだ、あ、サムラじゃない、エビマラだよ、私。間違えた、まあ、いいや、でもゲットしとこう。よし。エビマラだね、私サムラ持ってるもんね。ってことは、エビマラもここで出んのかな、もしかしたら。ほい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 。ほい。よし。あ、びっくりした。あ、サイドンもいる。あれ、こんな強いポケモン出てきたっけ？なんか出てくるポケモン変わるのかな？よいしょ。ごめんなさい、なんかめっちゃ慌ててしまった。いや、これあれだな、ワンチャンエビオラも出てくる可能性あるぞ、ここ。よいしょ。どこだったっけな。そう、ちなみにちょっと臆病になってるか、ちょっと確認しましょうか。そうだね、私サムラ持ってるんだもんね。なんかエビオラをゲットしないとダメだ。あ、臆病になってます。よかったです。はあ。そう、だからまあ、エビアラと、ロコンかな。まあ、ここでね、エビアラが出てくればいいんだけど、まあ、ロコンはどうにもならないと思うからね、もしかしたらお願いするかもしれないですね。よいしょ。あれ、ちょっと待って。あれ？これ入り口か。戻ってきちゃった。はい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 。よいしょ。どこだったっけな？おい、ワークでけえ。びっくりした。ここはファイヤーマスターか。あ、こっち側かな？よいしょ、よいしょ。せっせっせっせ。せっせっせっせ。あ、違う、行き止まり。やばい、迷子になった。よいしょ。あ、よしよし。わー、やばいよ、ポケモンがいっぱい。こっちだ。してくれるかな。ありがとうございます。よし。で、ここの階段の先ですね、いるの。
ゴーリキーか。エビワラ出てこないかな。よし、いた。じゃあ、最後。よし、行くぞー。お願いしまーす。睨みつけるさん。いた。おお。あ、そうだ、まずはあれだ。はい。バトルだもんね。はい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 。よし、来た。サポート取れなく。おいや、使っちゃえ。よいしょ。ジュノンボルトと。どうしようかな。邪魔されるやつでいいか。くせないもんね、もらえるとかね。楽勝だぜ。よし、さて捕獲捕獲。さてこれで捕獲終わったら多分時間あると思うから、そしたらなんかあのクリア越えで戦えるトレーナーがね何人かいるみたいなので、それを倒しに行こうかなと。ロケット弾とかねやろうかなと思っております。はい、よいしょ。あー、やっぱですよね。使おうかアイテムを。金釣りほい。うー、ちょ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 、脱げちゃった。はい。あっ、でも綺麗だなー、ファイヤー。よいしょ。嘘、なんでやねん。殺れてくんないな。よいしょ。最初の頃のさ、ポケモンってあの伝説のポケモンとかボールに入ってくんないことあったよね。懐かしいな。クソ、変なとこ行っちゃった。よいしょ。なかなかグレードとかエクセレント出ないな。あ、やっぱ早いのか、気持ち。てか、遅いのか。タイミングはよくわからんな。あ、投げちゃった。もうこういうやつ。よいしょ。さっきのちょっとグレートとか出てほしかったけど、なかなか難しいな。ほい、お願いします。はい。はい、横に動き出すと難しいですよね。またちょっと久しぶりに動画撮ってるんですけれども、あの輪っかの中にボールを入れないとダメなんだけど、なかなか難しい。ボールのコントロールが。アイテム使う？あ、マスターボールもあるけど、7の実。お願い。よいしょ。はい。ちょっと早すぎた。やったー。お疲れ様でした。いやー、不甲斐なかった。申し訳ないです。よし、じゃあこれで伝説の山頂コンプリートですね。はい。夜空さえも赤くするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。
いやー、コンプですわ。で、ちょっとサポート取れなく外れてもらって。一応、臆病になってるか見ましょうかね。様子を見る。うん、そうだね。オッケー。ちょっぴり見えっぱりだって。かわいい。いろいろ不遇と言われてたファイヤーさんですけれども。今ね、炎ポケモンとかも、かなり強くなってますもんね。じゃあ、ゴーリキーさん。じゃあ、エビワラ出てほしいなぁ。ちょっと頑張って洞窟出ようかな。よいしょ。さっき沢村出た時びっくりした、マジで。結構レアポケモンなんですかね、沢村とか。粘れば出そうだよね、もしくはお香を炊けば。そう、なんかさ、連鎖していけば、レアなポケモン出るらしいんですけど、連鎖ね。でもなんか私、そう、連鎖が下手くそでさ。どこだっけな。ポケモン、なんか、ポケモンが自分から逃げちゃったりしたらね、連鎖が途切れるらしいんですよね。私はもうなんか、ポッポでさ、連鎖途切れさせたりとかしてるから、マジで。ポケモンゲットの才能がないっていうね。よいしょ。ゴーリキーか。よいしょよいしょ。さて、ね、これからですね、石つぼてかな。はいはいはい。逃げるけど。ロケット弾と再戦をしようかなと思います。17番道路にいるらしいんだな、彼らは。ああ、ゴロン。ちなみにゴローニャとかね、カイリキーとかは、交換をして、図鑑にね、データ入ってるので大丈夫です。はい。よし、さて。さあ行くか。17番道路。ピカチュー。17番道路ってどこだ？あ、ここか！なるほど。じゃあ、玉虫から行こうかな。ここにいるらしいんだな、彼らが。あれかなんかアポロとかはもう再生できるらしい。お、カビゴンマスターここにいるんだ。弊社はここに、いるはずなんだけど、サンダースと、なんかこの辺の草間になんかイーブイめっちゃ出るらしいですね。なんか空飛んでるように見えるんだけど、あれ違うよね。そうだよね。これ何？風力発電のプロペラだよね。あ、イーブイだ！ブイ！ブイ！おー、駆け寄ってきた。イーブイゲットしよう。ブイズも完成させなきゃならん。よし、オッケー。よーし。あ、何気に初めてだったか。様々な姿に進化するイーブイの遺伝子は進化の秘密を解き明かす鍵。はい。あ、痛い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 。サカキさんも行方不明だし、これからロケット弾どうなっちゃうんだろうな。もう何よ、おじおじしちゃって。サカキ様のことなんだから、今一旦身を隠して次の俺巧みの準備してね、決まってんでしょ。それもそうだな。それじゃあ俺たちはサカキ様のお時間になるため、世界中のポケモンを奪いまくるとするか。にゃっあ、お前はいつものジャリンコ。ちょっとあんた何盗み聞きしてくれちゃってんのよ。
ということで再戦です。どうぞ。あ、僕ドン戦うサイクアンズだな。どうぞ。さあどっちが怖いかな。まあアボクの方が防御神だった記憶があるからアボクから倒しましょうか。あ、でもなんかレベル50になんかあんま高くないの、思ってたより。よし、しばらくしたらね、マスタートレーナーと再生もしないとダメかなって思ってるんですけど、そっちの方が脅威ですね。確かに5人倒せばレッドと戦えるらしい、マスタートレーナー。だからちょっとレッドと戦いたいんですよって。おーおー、耐えるね、さすがでござる。あれ、君たち一体ずつかな。楽勝だなこれ。よし、ユーマンボルト。おお、いいですね、麻痺率。よし、オッケー、楽勝でございましたな。ありがとうございました。勝てばっかりずるいぞ。ジャリンコのくせになんでそんなに強いのよ。やっぱりそのピカチュウのおかげかしら。そいつが一緒にいるから力出し切れるのかもね。そのピカチュウがいれば世界征服も夢じゃないぜ。お前らロケット団に入らないか。え？どっちも、こっち否定してるし、こっちも悩んでるし、みたいな。それもそうか。やっぱり俺たちは敵同士じゃないとな。でも気が変わったらいつでも来いよ。俺が手作りさ、これやるからさ。あ、いい感じセットだって。え？あんたとはずっといがみ合ってたのにね。たまにはこういうのもいいんじゃないか。あ、いい感じで終わる、これ。嫌な感じじゃなくて。あ、いい感じだ。いやす。あ、にゃんてにゃん。あー、出た、にゃんてにゃん。これは嬉しい。おー、喋んないかなって思ったら最後、ちょっと決めてくれましたね。やったー。え、じゃあ早速、ちょっとお着替えセットを。いい感じセット。お、お、いい感じキャップ。かわいいな。おー、これもしかして、え、武蔵の服になるのってことは、へそ出し？あ、へそ出しはさすがにないんだ。え、かわいいじゃん。いい感じバッグ。さて、回転。あ、かわいいじゃん。いいじゃないですか。これ色はいいですね。よいしょ。帽子。あれ、ピカチュウにはないのかな？あ、いい感じ T シャツあった。もう、これで心も体もロケット弾ですわ。ちょっとロケット弾して、じゃああとはちょっと、アポロ倒しに行くか、ロケット弾つながりで。彼は、ロケット弾のアジトにおりますね。はい。よし。アポロ以外出てこなかったね、ロケット弾の幹部、そういえば。まだいるんだよな、ロケット弾幹部ね。まあ、HGSS やっていただけると気になる方はね。2世代の、DS かな ?3DS じゃないよね ?HGSS って確か。あの時もさ、なんだっけ、なんかおもちゃあったよね ?HGSS の時。なんだったっけ、あれ、持ってたんだよな、私。地下にいるんですよね。じゃあ今日はちょっとアポロと再戦して終わりにしようかな。どうやって行くんだっけ。
榊がいた部屋にいるらしいよ。ほうほう、ちょっとエレベーター目指さないといけないんだけど、どこだったっけ。あ、行き方ミスったっぽい。よいしょ。あれかな、ポケモン図鑑完成させてるリスナーさんいるんですかね。簡単でした？やっぱりなんか、ポケモンやってる人は簡単なのかな？いや、こういう時にやってればよかったって思いますよね、ポケモンね。あれ？あー、ここにペルシアマスターがいる。てか、子供なんだけど。あれ？こっちに行きたいな。あ、ここの移動床じゃなかったか。うん、到着しました。お、いた！アポロ。こんにちは。お前は、今更こんなところまで何をしに来たのですか？お前のせいでロケット団は解散したのですよ。感情的な振る舞いは私にふさわしくないが、少しは気持ちを受け止めていただきましょうか。怒ってる。この人たちこれからどうしていくんでしょうかね。この前に、ロベラはどうだろう？54！ あ、そこまで強くないな。ないな。どうしよう。入れ替えてもいいけど。迷っている。あ、いまいちか。なんか次のターンとかで大爆発してきそうな感じが。いえ！あ、やっぱり！大丈夫か、自信ないかな。ピカさん大丈夫ですか。おお、全然効かないわ。さあ次。よし、レベル75。ゴルマとかそのまま行こう。前だとなったらね、うちにはミュウツーもいるからね。よいしょ。よしよしよし、次はどんどんかかってこいや。またドガス。あ、ミュウツー出しちゃうか。いえ、よし、ちょっとフリフリしましょうか。なんかフリフリの合図出てるから、よし、このフリフリフリ、応援、ステータス上がるぞ。え、全部上がるのチートだよな。いや、強い。お、悪の波動、これ一旦使うんだね。まあ効かないよーと。やつかっこいい。はい、次はブーバーか、そのまま行くか。勝てるだろう。よいしょ。ブーバーももうゲットしてるからね。よかった。なんかさ、ブーバーエレブーは出てきてくれてよかったよな。どっちにもよかったよかった。あらら、まあいい。本当はなんとなくお前がここに来るのではないかと思い、ちょうど置き手紙を書いていたのです。読みましょう。ムーンさん、この度ポケモンリーグ制覇おめでとうございます。ロケット団への仕打ちを恨んではおりません。むしろこれをバネに私はさらに強いロケット団を作り、いつか全国に向けて復活宣言をします。私は関東地方を離れますが、あなたはいつまでもここでご活躍ください。なるほど。
それで譲渡に行くわけね、こいつら。さらばです、アポロン。こんなものを書いてお前にどう思ってもらいたかったのか。あ、置き手紙を破いてしまった。あ、これが譲渡のフラグになるなんて。いやでも嬉しいね、こうなんか、ね、次の作品につながるような描写書いてくれて。なるほどね。ということで、じゃあ今回はここで終わりにしておこうかなと思います。じゃあ次回どうしようかな。強化ジムリーダーとの再戦をやっていこうかな。はい。まぁ、ちょっとしばらくバトル続きですかね。もう捕獲は、あとは裏で済ませようかなと思っておりますので。強化ジムリーダー倒して、で、レッドと戦って、あれか、あのマスタートレーナー倒して、レッドと戦って、で、ポケモン図鑑完成させて終わりって感じかな。まあ、いつになるかわかんないですがね、ちょっと細く長くやっていこうかなと思っておりますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。